くれんこんです。こんばんは、ただにゃん。お疲れ様です。福田あかりです。こんばんは。スーパーボール挟まってる、挟まってる。ほら、ボール、スーパーボールが挟まってる。ウケる。昨日はね、今日は陸上公園で、昨日は名古屋に行ってました。実はおつぎあんた、昨日は実は名古屋に行ってました。ビックラポンですか皆さん。朝配、お昼配信して夜配信しないから何かと思ったら名古屋行ってました。完全プライベートで。昨日オフだったからSK さんに会いたいなと思って、行きました。なんかいろいろ HMV のね、 HMV 酒屋さんでね、 SK ミュージアムやっててね、500円だった。ヨコニャンさんのステッカーもらえた。これは300円で作れるステッカー。この衣装好きなんだよ。カフェも行ったけど食べれたりはしなくて、普通に見学だけ行ってカフェに。 HMV で目撃談あった。マジ？今の日高ゆずきさん2回ぐらい行ったもん。 HMV スキーカフェのにもなんかやっぱ混んでるから1時間ぐらい待つよって言われて、なんかそれはちょっとお邪魔になるからあんまりねよろしくないって言われたので、本当は行けなかったんですけど、見学だけ連れてってもらって。かげろう、くまありがとう。ベア、そう、観覧車乗ってない。ハニーソース食べてたら目の前に福ちゃん。失礼しました、お邪魔しました。すごく可愛い子がいたと評判でした。とんでもない。なるべく影を消してね、影薄くいきました。ブルーローズのアイアイさんめっちゃかっこよかった。で、青春ガールズ公演を見させてくださいってね、あらかじめ言ってたんで、あのスタッフさんを通して見させていただいて、すごい楽しくて勉強になりました。なんか STU も早く劇場、専用劇場の公演がしたいなっていう思いが高まる、そんな公演でした。素敵なクリスマスになった。生で見ると可愛かった。ありがとうございます。で、1月何日か忘れたけど何日かにかのんちゃんと栄のなんだっけ、タワレコさんでリリーベやります。握手会来てください、平日だけど。そう、立ち見席でね、立ち見席で見させてもらって緊張したけどバリ楽しかった。
9日、9日だって。9日に愛知県のでリリーベア握手会やります。来てください。よろしくお願いします。新年嬉しい。福ちゃん来たよな。ファンの人気づいてた？わかんない。なんかなるべく影を消していきなさいって言われたから、はいみたいな、消します。ハイパーベア、ありがとう。そう、なんか久々に仕事じゃないので名古屋行ってめっちゃ楽しかった。普通に買い物したい。違う、愛知はね、メリージュニーがあったからね。あ、見て、ポケモンのカフェに行った。パルコでピカブイカフェやってたから、これね、シータもらっていいですよって。でもね、時間なくて、本当はプリン食べたかったんだけど、なんか30分か1時間かかりますって言われたから、ピカチュウのなんだっけ、ドリンクだけ飲んで帰ったんだけど、時間なかったからピカブイカフェに行きました。イエーイ。これはちょっとね、嬉しいね。ピカブイカフェ1月9日もやってるのかな。もう一回行きたいな。ピカブイカフェ良かったです。そういや、そうそう、夜行バスで帰った。隣にいました。マジめっちゃ急いでたんだよ、あの時。ピカブイカフェで余裕ぶっこいてたけど、ちょ、検閲通んのかな、ピカチュウとか。はい、通んないよね、商品名だから。じゃ、通るんだったらメールかどっか載せたい。めっちゃ急いでて、あと15分ぐらいで劇場行かなきゃいけないのに、ピカブイカフェがあったから入っちゃって、思ったより待つみたいな。まあいいんだけど、写真撮れたから。確かにちょうどここに貼れそう。あ、ちょうどだね。そうそう、夜行バスで9時間もかかったよ、広島。びっくりしました。香川の方が近い。行きは新幹線で行ったけど、帰りは新幹線1万4千もかかるんだよ。新幹線1万4千もかかるんだよ。だから帰り8000円の夜行バスで帰りました。ヤシガキベア、ありがとう。リリーベ行く？夜行バス。でも夜行バスいいね。やっぱ私さ、夜行バス大好きマンだからさ、いや、プライベートだから生産できないよ、交通費。夜行バス良かった、すごい落ち着く。なんか自分、私夜行バスの乗り方めっちゃ上手で、夜行バスの乗り方めっちゃ上手でね、なんか最低限の荷物で夜行バスのを快適に過ごす方法をわきまえてて、昨日ちっちゃいリュック1個で行ったから、ちゃんとクレンジングとメガネとタオル、タオル必要。タオルあったらね、パーキングエリアで顔洗えるから。あとホテルに置いてる使い捨て歯ブラシとかね、大事大事。とりあえず夜行バスを最低限の荷物で快適に過ごす方法、神。超快適だった。夜行バス乗り慣れてる。そう、夜行バスは乗り慣れてます。夜行バスの快適な方法を知りたい人はもう私に連絡してください。どうぞよろしく。楽しかった。お買い物したんだよ。見る。ベイビーベイビー。
酒屋で買い物するっていう。よく乗るん？よろしくお願いします。違う、名古屋メリージュニーがあったの。メリージュニーの袋かわいいね。私知ってんの。じゃあなんかね、アウターをずっと同じの着てるからちょっと薄めのやつ買った。ちょっと年末年始これバッグ着よう。かわいい。なんか黒とかばっかだからさ、アウターちょっと違う色の欲しくて青にした。やっぱ STU だし。かわいくない？リボンついてる。こればっか着よう。メール取ってる人はこれからこればっか乗ります。そう、あとこれ、これなんかね、メンバーさんが着てて、誰だっけ、先輩が着てて誰か忘れたけど、かわいいなと思ってから買った。誰が着てたんだっけな、なんか見たんだよね、東京行った時に。クマのトレーナー、かわいいでしょ。クマさんが3匹モフモフだよ。メリージェニー、これもかわいい。あとは ANK だね。あのユミコとお揃いのパーカーのとこ。キマコベア、ありがとう。かわいいでしょ。あ、かぐや姫ベア、ありがとう。そうそう、ベアだ、ベア。腹立つ、ベア、ありがとう。初見です。シンゴハートセンター、ありがとう。あとはなんか黒いこういうブラウス、ワンピース、ブラウスワンピースみたいなやつ。あのユミコとお揃いのクマの紫と青のお揃いのパーカーの店と一緒。これがね、思ったより高かった。1万円ぐらいした、まあ、でも春先まで着れるから。そんな感じで満喫しました。せっかく行ったしね。タコありがとう。タコチュー、かわいいでしょ。なんか年末年始初売り、そんなにガチなとこ行けなさそうだからさ。そうそう、都会に行けなさそうだから、なんかもういいやと思って買いました。結局福袋買っても気に入ったやつしか着ないんだったら、まあいいやって感じで。満喫満喫。そう、まあまあの出費でもいいんだ。なんか自腹で酒屋行くのもさ、珍しいから。自腹？プライベートで。ゆずきさんも会えました。公演終わった後にね、あきとくもありがとう、ベア。公演終わった後に夜行バスまで結構時間なかったか、1時間もなかったんですけど、その間にゆずきさん会おうって言ってくださってたんで、名古屋でね、味噌煮込みうどんを連れてってくれて食べさせてくれました。優しかった。そう、日高ゆずきさん、ありがとうございます。マリーさん、会いましたよ。休みくださいって言ったの、言ってないよ。たまたま、本当はレッスンだったんだけど、なんかそのレッスンもなくなって、たまたま本当に休みだったから行った。本当はね、午後からしか行けない予定だったんだけど、お昼から行けて。そう、でも完全にたまたま行けた、よかった。クリスマス公演めっちゃ出たかったんだけどね、でも体が2つないから感謝枠当たった、ありがとう。そうそう、なんかリップが赤い。葵ちゃんのピアノ見て聴きたかったけど。よいしょ。ななちゃん喜んでた？本当は嬉しい。麺硬かったけど美味しかった。そうそう、 SKE48 のメンバーさんがすごい優しくしてくださって、感謝枠当選した、よかった。
じゃあ今年中にやることやれた。カフェで食べれなかったけどカフェに入れたからよかった。エスカ行ってない。パッセとパルコと HMV と劇場。楽しかったな。ツーショット A の裏側 C はいいよ。奥ちゃん励ましてあげて。そうだね、大丈夫かな。今日公演の時心配だったね。あんまり突っ込みすぎるのも良くないけど心配。すごい楽しかったです。 HMV どこに入ってんの？なんかどこの、ま、あ、何の前だっけ、なんか三越とかある前、エルメスとかある前かな、わかんない。なんかでかいビルとかの前。ワンイチアイドルになった。若干立ち見席で見させてもらいました。なんかね、イルミネーションだったね、素敵な。なんか私ちょっと感動しちゃったよ。オーバーチュア始まって、なんかペンライトみんな持って、おいおいみたいな見て、ああこんな気持ちだったなってか思ったり、ドキドキするよね、あの照明が落ちる瞬間とか。感動しちゃった。なんかメンバーさん見るのもそうだけど、なんかファンの人見てたかも結構。なんかこういう時はファンの人こういう顔してるんだなとか思ったりとか。なんかアンコール中ってさ、こっちは着替えてるから全然見れないけど、アンコール中ってなんかファンの人ってこんな感じなんだとか思ったり。青春ガールズ初めて見た。なんかすごい勉強になりましたね。STU の公演に行かせたいと思いました。お、キムコ本日が誕生日なのです、祝ってください。お誕生日おめでとう、キムコ。夜勤ありがとう。お誕生日なんだ、すごい。そんな素敵な日によかった、配信できてありがとうございます。おめでとう、誕生日。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーリアキムコ、ハッピーバースデートゥーユー、ありがとう。来てくれてありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそまた行きたい。スタッフさんもね、また K2 の時、 K2 の時とかもぜひぜひ来なよって言ってくださって、すごい優しくて。かりんうちは持ちました。ありがとう。また行きます。楽しい日々。おかげさまで。どうやって書くんだっけ。お、なんか誕生日感あるのが書けた。よいしょ、初見です、ありがとう。ハッピーバースデー、ありがとうです。
私も誕生日です、おめでとう。そうだね、今日はあの STU の支配人さんの誕生日だ。今日誕生日の人多い。明日奈々ちゃん誕生日、そう誕生日というか生誕祭、盛り上げましょう。明日放送入るんじゃないだったら見て見て。今日の公演もすごく楽しくてですね、ちゃんと福田推しの人も見えましたよ。なんか今日多かった気がする。めちゃだからっていうのもあれだけど、もう必然的にテンションもぶち上げだよね。毎日ぶち上げだけどそうちゃんと2階席、ゲバンドホールは2階席もね、ちゃんとお顔が見えます。立ち見の後ろまでお顔が見えてますよ。なのでちゃんとなんか今日も出会えてよかったなって感じです。皆さん視力良すぎやん。あれだからね、こんなこと言ってるからね。キュラストだったか。そう、広島トイカー、そうだよね、また近くに行くからね。髪飾り外れてたね。ああそう、ペダルと車輪と来た道でなんかプラプラするなと思ったら、なんか髪飾りが取れかけててビシッて取って、髪飾り持ったまま歌うっていう、たまにあるよねそういうこと。今日は初めて福ちゃんサイを振った、ありがとう。きっと私からの爆裂が言ったはず。明日で公演ラスト。メガネはね、寝るときはかけるけど、公演ではかけたことないですね。レッスンでもかけないかも。ね、コウコちゃん大丈夫かね。NAB のユリさんがペダル歌いたいって言って、嬉しい。年末年始の予定がレコタ以外わからないから、私も聞いてるんだよね、マネージャーさんに。私の年末年始の予定って分かりますかって LINE したところ、帰ってきてない、分かんない、つまり年末年始の予定が何やってるんだろう私とりあえず4日には広島に帰ってくる。4日に帰るってことは3日の夜に帰ってくるのか、分かんないや。腰さえ振ってた、ありがとう。もう終わるね今日は。年越し配信ありますか？あ、やりたい。今日神戸から見に行きました、ありがとう。よかった年末に会えて。あれだ、体調だけは気をつけてくれ、お互い様ね。それはヤンタに会いたいね。55分早いね。ほんとだ、成人式あるじゃん、ひえー。成人式大丈夫かな、私成人できるかな、ちゃんと。24時間配信する人いいのかな。24時間配信したらいつメール送るの、ね、メール送る時間が必要だ。あとお風呂の時間とか明日奈々さんの写真撮ろう、楽しみ。よいしょ、ランチを読みます。福田が二十歳になるよ。勝也、ありがとう。
くぼっち福ちゃんの入った前日に公演入った。あ、そうなんだ。トークイベントあるんだ。福ちゃんだけ劇場版申し込みました。ありがとう。劇場版 STA の2時ね、嬉しい。2セカンドね。伝説のひでぽんありがとう。アブ今日も福ちゃんの締めて感謝感謝です。こちらこそ。また名古屋行くね。お金持ち選手あ福田今日も可愛いな。この野郎この野郎。こういう時面白い回収しなきゃダメだ私。ハイパー昼公演お疲れ。お疲れさん。おー四国観光出し口届いた。イエーイ。配信見ますか明日。ありがとうございます。アキト福ちゃんしか。おいい言葉ありがとう。今日楽しかった。2階席上席それな。明日も行くんでよろしくです。お見つけます。今日も一日お疲れんこん。お疲れんこん。ありがとう。宮重焼き今日誕生日おめでとう。5月に初めて見たの。おーショールームでふと福ちゃんの足見て可愛い子が面白い子いるなと思って神推しになりました。ありがとうございます。これからも福田に会うかが座右の銘です。いい座右の銘ですね。ありがとうございます。私も感謝してます。キムコさんと同じ誕生日すごい。原田くこうありがとうございましたね。いい年越しになりましたよね。あ、揚げもめじキットゲットしたの。すごい。夜行で帰ります。気をつけてかげろう。ありがとうございます。3月9日土曜日握手会を楽しみにしてます。1万4000フォロワー超えました。ありがとう。おかげさまです。握手会いましょうね。ヒデ今日これありがとう。あ、私が撮影した場所に行ってきた。そうなんだ。どんべ食べた。美味しかった。よかったよかった。カンプファー昨日も私青春ガーズ入ってました。カードは中野愛理さんでした。私ミーポポさんだった。公演楽しかったね昨日ね。あんま公演楽しかったねってこう喋ることないからちょっと新鮮。また行きます。公演ありがとう。キムコいい誕生日になりました。こちらこそまた会いに行きますのでよろしくです。こちらこそよろしく。ありがとう。福田はあったら瀬戸内って言ってください。鬼は外福田は瀬戸内。ありがとうございます。サンドの飯はうどんで決まり。香川県出身の福ちゃんこと福田あかりでした。皆さん夜遅くですが来てくれてありがとうございました。明日も頑張りましょうお互い。そう未来航路もねちょっと今手元にないですけどあった、うん、未来航路もぜひぜひよろしくお願いします。私がもう STU に入ってよかったなって思ったそんな気持ちを書いております。疲れ小安民ゼミです。 STU を今年の年末まで愛し来年も愛したいと思います。ありがとうございました。バイバイ。またね。ありがとう。ありがとうございました。また明日。バイバイ。バイバイ。